スウォッチに搭載された ETA-2842 型自動巻き、ムーブメントエ板 SR マニュファクチュールオルロジェールスイスはスウォッチの系列会社であり、機械式、クオーツ式双方の時計機械を製造している。近年では西ヨーロッパで製造される機械式腕時計の大半が同社の機械を購入してそのまま、あるいは手直しして使用している。通常、 単に ETA と略称される。スイスの時計ムーブメント業界における有力企業群が古くから大合同や提携を繰り返す過程で1926年に成立したエボーシュグループが直接の前進。1982年にエタ・フォンテン・メロン・イームの経営統合。1985年のエボーシュグループ経営統合で一つの企業体となった。 スウォッチグループの機関企業の一つであり、1970年代のクオーツショック後に大幅再編を余儀なくされたスイスの時計産業界において21世紀初頭でも重要な役割を担っている。機械式時計ムーブメントの主要製品では、エボーシュグループを形成した全身企業群の製品から基本設計や技術を継承し、大量生産に適化する改良を加えた。 堅実な構造を基調とする。ブライトリング、黒のスイス、フランク・ミュラー、フォルティス、ハミルトン、インターナショナル・ウォッチ・カンパニー、ロンジン、ミューレク・ラス・ヒュッテ、モバード、オフィチーヌ・パネライ、オメガ、オリス、ダグ・ホイヤー、ティソ、スウォッチ、ジン、ミナセなど、多数ある。ただしこれらすべてが、エタの機械を全面的に使ってきたわけではなく、以前は、 自社製機械を採用していた高級ラインは自社製機械を採用している一見ではエタ製とわからないほどの改造を加えて搭載している最近自社製機械を開発している10日代わりの濃さは様々である2002年2006年限りで自社製防止のスボッチグループが家の供給を終了する旨を発表エタ以外に エボーシュを供給できる企業が、スイス国内には2社しか存在しなかったため、スイスの機械式時計メーカーの大半が製品を製造できなくなる可能性が現実味を帯びた。このためスイスの公的機関である、スイス競争促進委員会が仲裁に入り、エボーシュの供給停止は2008年から順次開始され、2010年限りをもって完全にグループ外への供給は終了することで、 合意が成立した。スウォッチグループの創設者の一人である、ニコラス・ジーハイエクは、この措置の理由について、スイスの時計メーカーが自社での技術開発を放棄し、自社のケースに、エタの機械を搭載して、高額で販売している現状が、スイスの時計工業を堕落させていると指摘した。だが、多くの時計メーカーの反発は大きく、右翼折の末に、 スイス競争促進委員会の裁定によって2020年までは、ムーブメントの供給が続けられることとなった。この事件を境に、スイスの時計メーカーにおいては、自社製ムーブメントを開発するか、スウォッチの下請け企業セリタ社に代表される、特許切れの得た社ムーブメントを元に製造した、ムーブメントを採用するかの両極化が進むこととなる。ニコラス・ジーハイエク。 ミスタースウォッチ1990年代以降のスイス製機械式時計のブランド戦略については、福野玲一郎が世界自動車戦争論一部ランドの正規マイナスの序章において詳細に分析している。ETA を克服するウォッチメーカーサプライヤー1、クロノス2016年11月号。ありがとうございます。